指の動きに対して肩周りの動きが先行する、これこそがこのテクニックを実際の作品の中で応用するキーワード。ピアノを弾く時の脱力って何でしょうか？力を抜いてふにゃふにゃになること。いえいえ、違います。脱力とは力を使って力を逃がすテクニックのこと。力を抜くことではないですよ。やり方は打鍵をする時に肩周りの筋肉を使って急激なブレーキをかけることです。タイミングは手を下ろしながらもう肩で腕を上げてるって感じ。これによって腕全体にしなりが生まれて長く弾いても疲れない、いわゆる脱力した弾き方ができるようになります。この反対方向の力を使うことで腕にはしなりが生まれます。そしてしなりに伴って腕全体に小さな前後の回転が生まれます。この前後の回転が感じられたら締めたものです。鍵盤がバウンドして返ってくる感触、きっと感じられてさまざまなテクニックに応用できるはずです。重力の助けを借りて打鍵することができます。重力を使うってどういうことでしょうか？腕を下げる動作、やってみてください。きっとここ上腕三頭筋を使って動かしていますよね。上腕三頭筋を使わずに力こぶ、上腕二頭筋を緩めてみてください。そうすると自然に手が下がりますよね。これが重力の助けを借りるってことです。筋力の強い肩周りの筋肉を使って、それよりも疲れやすい肘周りや手首周りの小さな筋肉を助ける、これが脱力と呼ばれる力を使って力を逃がすテクニックです。指の動きに対して肩周りの動きが先行する、これこそがこのテクニックを実際の作品の中で応用するキーワードです。ブルックミュラーのアラベスクでやってみましょう。右手ラの音を弾いた時にはすでに肩周りはシの音の準備をしています。そしてシを弾いた時にはドを弾いた時には格好してくるシをもう準備しています。そしてシを弾いた時にはもちろん次のラを弾いた時にはもうラを離すことを準備しています。脱力とは力を使って力を逃がすテクニック。具体的には肩関節の動きでブレーキをかけることを指しています。体は脳からの指令によって動きます。時々正確に体が動かせないことありませんか？それは脳からの指令にノイズが混入するからだと言われています。このノイズの影響は筋肉によって違います。筋力の強いものの方が筋力の弱いものよりもその影響を受けにくいと言われています。つまり筋力の強い肩周りの筋肉を積極的に活用するこのテクニックは、指周りの小さな筋肉を使うテクニックよりも脳からの指令によるノイズの影響を受けにくいと言えます。結果としてミスを減らすことにつながります。